select your character. Lambda 11. Natsume. あれ、フィオナにミリオンアーサーを探してんの？The wheel of fate is turning. そっち、そっちはね、アルカナブラッドのところに赤いファイルがあると思うんですけど、あれかその向かい側の台にあるオレンジのファイルにブレイブルーのリストも入ってます。はい。さあ、準決勝第1試合はワンピーがマイスターラムダ、ツーピーがマチマイとなります。あー、今立ってしゃがみましたね。素晴らしい反応。やりと僕やり打ちで、さあこのさっきジャンプ C がね、前ジャンプ C が簡単に相手のめくりというか、飛び越えてね、お強いみたいな話をしましたけども、次の選択肢として機能するのがこの急降格 A 姫メイルでね、エースグラムですね。あの前作のラグナで下級式っていうのが今でもあるんですけど、めくりディディバイダーがね、のことを一部の人が下級式とか言うとか言わないとかありますけど、これでまあめくりはいいとして、表のタイプ、表の選択肢として似たような感じでね、ベリアルエッジ、ナイトメアエッジだとやりづらい、ベリアルエッジで、やってた時代があります。それを彷彿させるような表裏角であります。さあ2ラウンド目はスパイサーが乗っている。シエッ、投げは抜ける。あと 2B カウンター。さあこの辺はもうカウンターで狙うつもりで 2B に試合入れ込んでないですね。2B 止めで完全に立ち回りのカウンター狙い。はい、何？おっ、おっ、さあレガシー重ねてどうする？知恵だ。だけは抜ける。さあ緊張するこれ。おお。わあ、いいですね。すごいな、やっぱああいう黒崎投げ抜けられると。しかしここは1か8か生ブレイド、これがヒットして1-1でファイナルラウンド。あっ、足あった。西井のスカに、まあやっぱスカルバでかいんですよね、これにリーチが長いんで怖いですけど、今そこに 3C を差し込んだのは素晴らしい判断。さあ西井カウンター、ちょっと高く広げすぎた。ビビカウンター。さあ防寒からミスってますね。ちょっと高めに拾いすぎなのか、なのか分かりませんが、エリアが動いてない。さあスパーダをガードして、これはバーストですね。 DD でやられてしまうと判断。 4D ラッキャン、 4D もガード、アルトバルサーだけもガードして、おっ、すごい今の2C カウンター確認からの C、 姫ユリっぽく見えました。勝利したのはマチの前決勝進出です。やっぱこういうのライチン使えといえば印象的ですが、さあフィオはその後 D デッドアライブにね、まさかの、メインゲームをメインタイトルを変えるという、なかなか 2D ゲーゼとしては珍しい状況になりまして、デッドアライブが段落、一段落してからはもうあれですよね、完全にソシャゲというか、どっちがメインになってしまって、格ゲーはあんまりやれてないんですが、まあ今日はアルカナブラッドがね、刺さるかどうかというのもありますけど、
まずはここいくらやってないといえども CT がいるからね、ここが一度ね相手もライチ。さあ今のライチはコースターンですよと、いうところを見せられるか。マッドライチと経験でなんとかしてしまうのか。ギョライチ、さあ白いのがギョライチですね。でビロードカラーがマッドライチ。さあ下段が守っている。そしてそしてさあ立ち根の上からジャンプ攻撃かぶれていく。ジャンプ B は相も変わらず強い。そして潜っていくが立ち根の上からこの辺は適切っぽいですね。立ち根は確かに強いんですが、このキャラの早出しジャンビーもっと強いんですわと、いうところで一本選手したのはアトライチ。お見合いからお願いしまで決めて、さあお願いして返していく。まだまだ B6D からさあ攻める。おーっと爆中かわしていく。 OD なになに、いろいろあってさあ一通からのラピュン 4D が通る。なんか指導がいいですね。減ります。4000中断見えず。というわけでさすがにここはやってる差を出していきましたね。アトライチが決勝進出します。おめでとうございます。さあ行きましょう。本日の決勝戦です。 1P 側が8枚、 2P 側がアトライチ。さあ直前の文字でもかなりいい勝負をしていたこの2人ですが、果たして大会はどうか。いきましょう。 1P 側が待ち前、 2P 側がアットライチ。まずテイクダッシュ攻撃を通していくのはライチ側。しかし、これはシンプルにいきましたね。先生が投げだが真ん中辺はちょっと距離感を見誤った。このミスはちょいちょい見られますね。まあね、昔の方からいい気がするんですけど。スクランのあれがね、とかヒメリの補正が悪くなったとは言ってもね、とりあえず3年弱、まあ、2000後半だとしてもダンスで取れる音楽だとは意味が持つから。さあこの勝ちパターンでスクルータイクジャンプ C カウンターからの CAC 拾い。これが、まあ、ラウンドの、ね、開幕直後とかに当たるともうこのラウンドは前のターンイメージがあります。順番届かない。そして空投げに行ったんですがその上からエースズランが打ってくる。一本選手したのは前。CAAからさあ、B ヒメイリで画面端。おっと、B ヒメイリで降りてくる。呼んでいい。さあ、A ヒメイリラピキャン、ラクラしてなかったんですが、C が当たってくる。投げしていったのはマイということで、あら、圧倒しましたね。というわけで本日の優勝は町の前です。はい、拍手。最近はなんか大会でかなり動きいいことが多くなってきたなと。私のは違いますよ。いった感じの町前が今日は優勝となりました。おめでとうございます。